はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシローカンナでございます。それでは本日やりますわ、あんたが作るモフモフな相棒というゲームをやっていきたいと思います。こやつが私の相棒になるのか、それとも私がこやつになるのか、初めからやっていきたいと思います。モフモフっていいよね。こんにちは、僕モフ山と言います。モフ、モフに選ばれし、モフを愛し、モフに愛された男か。なるほど。モフモフな妖精たちの研究をしています。モフとモンスター、モフモン。最近新しいモフモフの卵を見つけたので、この子を育ててくれる人を探してて。うちペット禁止なんけど大丈夫？え、この子を育ててくれるって何も言ってないんだけどな。ありがとうございます。話を聞かないな。モフモフはとっても不思議な生き物で、ポケットに入れれる。卵を温めている人が思い描いた姿になるんです。じゃあ、ナウシカの巨神兵みたいな感じにもできるってこと？どんなモフモフが生まれてくるでしょう？どうしよう、早かったんだってなったら。早すぎたんだってなったらどうする？これから卵からどんなモフモフが生まれてくるのか決めていきます。はい。卵から帰るモフモフはあんたのパートナーとなります。早すぎへん、大丈夫？決め方は3ステップ。まずは猫型などモフモフがどんな姿で生まれてくるかを決めます。あ、もうそっから決めれるんだ。炎、水などモフモフがどんな属性かを決めます。なんたらモンスターみたいな。最後にモフモフの性格を決めます。性格はモフモフの顔つきに影響します。巨神兵になるかな。あんたも選択次第で姿が決まるので巨神兵になる。様々な可能性を試したい方はここで右下のボタンからセーブするのがおすすめです。ということなのでセーブさせていただきます。まあ、真の相棒を決めていこう。我が相棒は、来たれ。女がね、猫、犬、ウサギ、ハムスター、アザラシ、クマ、キツネやったら一番好きなのは犬やな。でも、ここはあえて言おう、犬であると。最終権ね、自分のね、本気の好みで行きましょうよ。で、属性やろ？やっぱね、夢女子夢女子にはしたくないから、属性なしっていうのはかわいす。いや、個性がないのが個性っていうのもあるからね。個人的に好きな属性は水なんですよ。水五郎とかね、沼九郎とかラグラジとか好きなんだけど、光闇っていうのもいいよね、相対的でね。ここはあえてね、最初ですからね、風属性なんてどうでしょう。なんかバドスピに出てきそうな子やけど。どんな性格の子が生まれてくるのでしょう。だって犬で風やろ、もう拳銃デッキに入りそうな感じ。甘えん坊、しっかりのんびり、おとなしい、ビビリ。私、しっかりした方がいいんやけど、でも、おとなしめの方がいいかな。入れよ！そうして卵を持ち帰る。温めていると、早すぎたんだ。腐ってやがる、早すぎたんだってならんよね。あ、卵は帰りそうです。よかった。普通に帰るんだね。入れよ！我がモフモフ！思った以上に可愛いな。こんな子が生まれました。しっかりしてそうな顔つきはしてるな。大切に育ててあげてください。名前か、任せろ。ローマ字入力やな。決めてたんだ。間違えた。ちょっと待って、表情、私の表情ちょっと曇っちゃうけんさ。ペペーン、ペペーン、帰ってきたかな。よし、行くぞ、ゴリアテ！ゴリアテでいいですか？はい、ゴリアテですよ、あなたは。ゴリアテ、これからよろしく。よろしく頼む。それから数日後、ゴリアテ行くぞ。行くぞ、ゴリアテ。あれからゴリアテは元気にしていますか？もう、筋骨すりえりえなゴリアテになったよ、大丈夫。おー、ゴリアテをよそ日記に書いているのですね。豆な人やね、私。ぜひ見せてください。属性、風、おとなし。ゴリアテが卵から帰った。一日目、ゴリアテはお散歩に連れて行くとルンルンしている。そして帰ってきてからもずっと嬉しそうに尻尾をフリフリしている。二日目、ゴリアテはかなり体が軽いようだ。お散歩中風に乗ってふわふわと飛んでいた星雲スカイじゃないやけんさ。今日も天気が良かったが、ゴリアテは出かけるよりも室内で過ごす方が好きなようだ。インテリアな。まあ、おとなしい子やけんな。本を読み聞かせしてあげたらとても喜んだ。好きなもの。ゴリアテはふりかけご飯が好物のようだ。おかずを食べ。
ふりかけご飯ってでもいいよね。なんか疲れてさ、疲れて帰ってきて、おかず用意する元気はないけど、ふりかけご飯なら食べれるっていう時結構あるよね。ありがとうございます。これからもゴリアテと一緒に素敵な毎日を過ごしてくださいね。わかった、はい、わかった。行くぞゴリアテ。ちょっともう一回やってみようぜ。のんびりワルツレイナ様とか結構効果音ラボだ。ちなみに卵からかえるモフモの姿は560種類。まあそうだな、かける10×8、そうやな。好きな食べ物はランダムで決まります。いろんな組み合わせを試してみよう。じゃあもう一回やろうぜ。我が相棒ゴリアテ。初代パートナーはゴリアテやけど、第二のパートナーをね、ここで決めようと思う。もうここは、面白を追求して、できる限り私思う限りの面白を追求したいから、アザラチは普通だと思うから、相手はクマで行こう。クマで属性なしやな。これはシンボルを無色として扱うのが一番強いから。どんな子が生まれてくるのでしょう。クマで属性なしで、あえての、まあ、クマやったらのんびりとか、元気とかやりそうやけど、あえて真面目な。行くぞ！真面目なクマよ！入れよう！思ったより。やっぱ、もふもふになると、やっぱ、この頭身なんやね。ごめんな、もう5倍ぐらいの頭身を、イメージしておったわ。名前ね、どうしようかな。熊で属性なしで真面目な子なんよ。やべえなぁ、なんか。朝のアニメに出てきそうな感じやね。プリキュアじゃないけどさ、プリキュアって9時か8時半とかそこらやけどさ、10時ぐらいにたまにあるやん。あの辺やな。じゃあ、馬の名前か。ゴリアテはさ、さと浮かんだんやけど。あ、わかった。任せろ。はい。では、行くぞ、馬。行くぞ、馬。ここの妻を、携えし者、馬。行くぞ、クマ。あれからクマは元気にしていますか？いかにも。日記をつけておる。名前と見た目のギャップよ。クマが卵から帰った。1日目。クマは近くにテディベアを置くと真似をして同じポーズになる。かわいいな、クマ。クマ。クマの木彫りを置いて真似をする。北海道の、もらって困るお土産ランキング。何位かに入るとはクマの木彫り？今日はクマと一日中何もせずにテレビを見て過ごした。真面目な子のね、テレビを見てダラダラ過ごすこともできるんか。クマは通販番組に釘付けになっていた。深夜番組かな。深夜の通販番組が海外のあの人たちがやりてる面白いもんね。3日目。クマはダメと言ったことは絶対にしないんで安心して俺様を任せられる。真面目やな、ほんまに。いい子だね。今日は家事の手伝いもしてくれた。良すぎるな。うちに来てくれ。うちに来てくれ、クマ。クマと、ゴリアテ、二人とも来てくれ、一緒に。暮らさないか。好きなもの。いちごミルクが大好物のか。よかろう、いちごミルクキャンディーならアホみたいに今、デスクの上にあるで。ありがとうございます。これからもクマと一緒に素敵な毎日を過ごしてくださいね。はい、わかった。いやー、こちらこそありがとうございます。いや、普通にね、選んでいく、ゲームって。てか好きな食べ物がランダムっていうのもね、面白い要因でもあるし。いやー、はい、ということでいかがだったでしょうか。あなたが作るモフモフの相棒というゲームをやってみましたが、楽しかったね、普通に。楽しめちゃった。ありがとうございます。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ。